お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、ホグミラーというわけで、こちらのデッキでございます。はい。で、これが、僕が考えたんじゃなくて、今回は、多分なんですけど、その日本の、プラネットさんって方ですよ。もうめちゃくちゃ、その上手い方で、そのプラネットさんって方が、多分なんですね。多分、その作って、いたデッキです。で、これもなんか海外の人がちょくちょく使ってて、なんかこれでなんかマルチでトロフィー6000なんか余裕みたいな感じの人もいて、まあ多分強い、見た目弱いけど、見た目でもまあまあですね、平均コスト 2.6 でちょっと早めで、まあ何回か使ったんですけど、一応ね1本目まあそのどうやってやるかっていうので、まあリプレイの方から見ていきたいなと思いますね。はい。で、こちら相手がロイジャイですね。でロイジャイだと結構あのね、そのこの小物系が全部スペルで処理されてロイジャイ止められないように見えるんですけども、まあそこをですね、どうやって勝ったかの方を見ていけたらなと思います。はい。でもホグミラーなんでね、相手がトルネード持ちでもホグ飛ばしてトルネード使われてもその後またホグみたいなこともできちゃうんでね。けどそうしちゃうとその後の防衛がまあ怖いっていうのもありますが、まあ、言うて回転早いんでね。最近は吹き矢とかプリンとかの編成が多くて、スケルトン部隊もちょくちょく使われてるかなっていうのが、そのロリババが増えてる。ロリババが増えてるから、相手のユニット防衛で、そのスケブ出すんですけど、ウッドだと、その、見てから処理されるんですけど、ロリババだと見てからもう届かないんでね。その、距離が短いんで。っていうので、ロリババが増えてるから、スケルトン部隊、最近ちょくちょく見えるのかなと思いますね。こんな感じで、まあこれは、まあ、こんな感じの、攻防が3分近くあと続くかな。まあ、ホグ飛ばしてオーブンで守られるんで、オーブンないタイミングでホグみたいな感じか、まあ端前プリンの方が削っていきますね。よいしょ。それじゃあロイジャイのスケバーレ、まあ、なかなか見ないですけど、なかなか見ない感じなんですけど、プリンが優秀、優秀ですね。よいしょ。あー、今日だな。そう、多分明日の動画はコラボ動画ですね。久しぶりにファブのコラボ動画が上がるかも、かも、多分上がります。その明日この動画が上がってる次の日が、そのファブミラティブやつなんですね。今ミラティブのプロ選手がやってくるみたいなイベントがあって、ちょうど日曜日がですね、明日がファブの日なんで、どうせ行くなら前日にファブで集まって、まあ次の日みんなで行こうみたいな感じで思ってて、なんでオズニキンチに今日多分行くんで、そこでファブコラボですね。ファブコラボ久しぶりに、その本当は僕は焼き鳥んちに行きたかったんですよ。行きたかって今まで一回も行ったことがなくて、焼き鳥が行かしてくれなくて、まあ、焼き鳥実家っていうのもあるんですけども、マジで今まで何回行ったかな、本当に冗談抜きで 4,5 回は家に行きたいって言ってるんですけど全部拒否られてて、昨日もそのなんかなんだろう、僕金曜日学校休みなんで、木曜日から金曜日にかけて泊まり行かしてって言ったのに、それも拒否られて、金曜日から土曜日のやつも拒否られて、で、今日土曜日から日曜日にかけてのお泊まりも、焼き鳥に、いや、ちょっと明日厳しいよ、みたいな。この、厳しいわって何がやねんって。何が厳しいやねん、みたいな。本当にあの、マジでなんか、ね、避けられてはないでしょうけど、本当に、嫌われてんのかなっていうぐらい拒否られてます。っていう感じで、焼き鳥の、家に行きたいんですけどね、まだ未だ一回も行けてない状況で、今日もそういうことでオズニキンチになりましたね。オズニキンの家は、まあ、いつ行っても特に問題ないんで、まあ、問題ないというか、はい、オズニキンは優しいんでね、焼き鳥と違って。
なんで、まあ、今日ズニ銀地で多分焼き鳥も無理やり来させて、ケンツーが来るかな、わかんないな。でまたリパイ戦も多分呼べば確定で来てくれると思うんでね。マイスターのファブコラボ動画何出すかは考えてないですけど、まあお楽しみにください。よいしょ。ってな感じで、この最後に、まあ、綺麗にね、ミラーホグが決まって、勝ち。ですね。まあ、ロイジャイ、まあ、ロイジャイはいけるのかな。で、マジで、その、はい、こんな感じで、ジャイにマジで勝てない。本当に。これ一番多分、何が来ても、ゴレとかの方が勝ちやすいですね。ゴレとかペッカの方が、全然あって、普通にもう、ジャイが来たらマジで勝てない。本当に勝てない。ジャイサンスペとか鬼無理ですし、本当に。それにさらにディガーとか入れてたらもう、ね、いじめっていうぐらい無理ですね。で、ジャイはもうどうにもできないんですけど、あ、でもジャイサンシとかだと別ですね。ジャイサンシだと相手がプリンセスの吹き矢も処理できないから、そこしっかり延命して、やると、まあ、ジャイサンシには勝てるかな。ってなわけで、よいしょ。僕は分かった。多分分かった。ジャイスケラ。ジャイスケラのヤーメポイズンだった気がするんですけどね。いや、分かんないな。分かんない。なんか、本当にうっすらとある記憶なんですけど。説ありますね。説ある。マジで。これ多分、ヤナメがすぐって。いや、メガゴなんかあるっけ？いや、ある。ある、ある、ある。これで多分、あの、ギャングとかも多分あるから。これ多分、ギャングが。ポテって。墓石。いや、まだある、まだある。そんな感じのデッキ説ある。やっぱ優秀すぎん、アイスピーなんか。ですよね。そんな感じだ。そんな感じだ。これ多分ジャイスケラ。あー、予想通り。わかりやすいですね。で、これ多分ヤナメを打ってくるから。打ってこないか。あー、コウモリ処理。それはいやらしい。よいしょ。これスケルトン部隊がやばい。え、お前そんなに。活躍するのぐらいで活躍してくれる。で、こうホグ飛ばしたら多分あれ墓石来るから吹き矢出して、はい。でギャングが、あー、やらめね。まあいいや、一発で、これホグ一発惜しい。でロリババは取っときたい。だからここで吹き矢も取っときたいけど、吹き矢使っちゃったな。でここでスケラ来るかもしれない。やばい。あー、暇だ。意外とこういう単体スケルトン部隊とかも相手絶対これ処理しないといけないから。いやー、苦しい。あ、待って、プリン逆だ。プリンスラー逆。やばい。フキアがいる。これ、あ、でもポイズン使った。これまあトルネでいっか。で、ヤナメ来たらスケルトン部隊かな。オッケー。これで今ヤナメもポイズンも使ったから、これでジャイ絶対抑えれる。オーケー。いいよ。問題が今2周目ジャイだな。端前で多分ここで来るから。来るから、逆サイホグ。ああ、まあいいや。これで墓石使わせて。これだな。吹き矢頑張ってくれ。やばい。あ、待って、吹き矢がどっか行った。これがやばい。いや、言うてあるよ、言うてある。だって、相手ホグ、ノーダメが絶対できないから。いや、これ墓石来たらノーダメだ。オッケー。あー、来るんかい。やばい。勝ちたい。ホグミラーやりたいけど、そんなコストがね。ここで、後ろ下げて、防衛させて。あー、でもこれあれだ。無理だ。止まんね。ジャイアンツが止まんね。あー、いや、アイスピで止める？ん？いや、まだ参る？いや、無理か。いや、止まる。止まったー！あー！いやー、惜しい。これは勝てたけど、サイクル回しが下手だった。いやー、勝ちたかったな、今の。今のは勝ちたかった。スケラに対して吹き矢もあるし。相手ホグなかなか止めれなかったんでね。今のは勝ちたかった。ですけど、そう、ジャイが止まんねえ。マジでジャイが止まんないっすね。ジャイ、下方受けたけど、下方受けて、HP かな。
HP がなんか本当にちょっとだけ下がったんですよ。けど言うて強いですね。よろしくと。チタン。これあれだな。ゴル三子、ジャイ三子の構え。はい、絶対そうだと思ったわ、本当に。君それしか使わないもんね。っていうぐらい子供の人はもうエリポン大好き人間ですね。いやー、エリポンな、嫌いだわ。だって、このデッキエリポンマジでどうにもできないですからね。なんで、ホグで壊していきます。ガゴムレか。な。高いな、位置が。吹き矢頑張って。オッケー。オッケー。おお、そんな綺麗にお掃除するか。いや、これはもう逆サイホグでいいや。相手ギャング、ガゴムレ、両方なくね。オッケー。あー、ミニペー、そっちか。ミニペーは聞いてないな。でもこれはほぼゴレに防衛してほしい。ほぼゴレに防衛してほしいけど、スケルトンがちょっと浮気したっすね。あー、いや、スケルトン優秀すぎん。でこれキング起動して吸えるよね。オッケー、完璧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 。これは流れはいいですね。なんで、あとはガゴムレとかがミスって入るのが厄介で、今ホグ飛ばしたらギャングで抑えられるから、端前吹き矢からの端前プリンで受けて、あー無視か。やだなやだな、どうせギャング来るって分かってるもんな。いっか、ミニペンもあるな。はい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 、まあまあまあ、これウッドだったらね転がせたんですけど、今相手構えてたかな。一発も入んなかった、ホグ。で、ヤナーメンだからね、厄介だから。やば、そんな無視してくる。やばい。やばい、それはやばい。これマジでやばい。あの、これで真ん中、三子。で、これ多分ヤナーメン、あー、やばい。あ、待って、アイスピが溶けた。いや、防衛できる、防衛できる、防衛できる。オッケー。防衛できる。スケルトン、スケルトン、君なら勝てる。いけー、スケルトン量がやばい、量が。それ聞いてない。あー、三色。いや、今飛ばせよ。え、端前プリンだ。これ、ギャング読み、ギャング読み。お前かーい、お前じゃない、俺が考えたの。君じゃない。これ、一発でも受けたらやばいか。でも相手はゴレ出せないでしょ。やばい、待って、それやばい。あの、マスケティアが。いやー、美味しい。買ったくね。だって、あとホグ。あー。あ、落ちた。あー、そんな勝ち方あるって感じですけど。美味しいですね。これ美味しい。相手、ヤナメだったんか。ザップだったら、多分もっと楽に勝ててた。いや、でもザップだったらスケブが開きないけど。まあ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 。勝てて良きですね。これも惜しかった、惜しかった。勝てそうだった。ってな感じで、意外と強い、意外と強い。マジで、ミラーは、言うほど使うときないんですけど、まあ、プリンミラーだったり、スケブミラーに、ホグミラーに。結構、いや、本当にこう使ってて思うのが、ミラーがなんかね、最近普通にこういう感じで使われるし、マジで強いと思いますね。はい、なので皆さんもね、ぜひ、ぜひ使ってみてください。ってなわけで、今回は以上になります。はい、明日のコラボ動画もね、お楽しみにください。というわけで、バイバイ。